はい、どうも、白熊先生です。僕はですね、普段教育界で働いていて、子供たちに勉強を教えてるわけなんですけども、このチャンネルはですね、そんな僕が気になるニュースについて解説考察していこうっていうチャンネルとなっております。今回ですね、取り上げたいニュースは何かっていうとですね、松本さん擁護派として有名なですね、AV 女優の下月友那さんいらっしゃいますよね。この方がですね、なんと SNS 活動を休止するということを発表していたんですけども、なんとですね、もう全然時間も経ってないのにですね、やっぱりやりますっていうふうに言い出したわけなんですよね。で、やっぱりやりますっていうふうに言い出して、あるですね、ツイート、まあね、つぶやきをしたんですけども、それもですね、またすぐ消すといったですね、なんかもう、なんて言うんでしょう、もう行動がですね、全然なんか発言と一致しないと言いますか、いうことがコロ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 変わっている状態が続いています。今回はですね、この下月さんの一連の流れをですね、紹介していきながら、彼女のこの行動は正しいのか否かって点についてね、考えていこうかなというふうに思っております。まずなんですけども、下月さんが SNS 活動を休止するまでの流れをですね、さらっと言っておきたいんですけども、要は下月さんはずっとですね、その松本さんの件に対してですね、まっちゃん早く帰ってきて、まっちゃん、もうまっちゃん応援してるとかね、文春は嘘ばっかり書いてるということをですね、ずっと発言してきました。松本さんと、グラドルのジェイコさんとね、下月さんと、他のメンバーもいた飲み会に参加して、ジェイコさんが、その件をですね、文春さんで告発したんですけども、内容が違うんだ、みたいなことをずっと言ってました。で、そんな中でなんですけども、下月さんが、そのね、論文の田村淳さんの YouTube チャンネルに出てですね、そこで対談という形でですね、いろいろ喋ったわけなんですよね。ちなみにですね、その件に関しては僕の過去動画の方でしっかり言及しているので、よかったら見ていただきたいんですけども、ぶっちゃけね、見る価値はそんなないかなっていう感じはしました。新しい情報も特に出てませんし、SNS でずっと言ってることをただ自分の言葉で泣きながら喋っただけっていう感じなので、そんなかなっていう気はします。しかしながらですね、やはりそのね、下月さんは下月さんが結構大変だったらしくてですね、今までの炎上ではですね、比ではないくらいの、やはりその誹謗中傷が実際来ちゃったらしいんですよね。下月さん自体はですね、今まで結構ね、SNS 上でこう炎上キャラと言いますか、お騒がせキャラと言いますか、いろいろやらかしてきた方ではあるんですよ。なんですけども、やはりですね、今までの非じゃないくらいの、批判と言いますか、なんかそういうのが来ちゃったらしいんですよね。特に下月さんは AV 女優ということもあるんで、なんかこう AV 女優に偏見を持ってる方からですね、AV 女優はやっぱりこういうことするんだなとか、AV 女優の癖してみたいな、そういうのもどうやらあったらしくてね、職業批判と言いますか、職業比例と言いますかですね。で、そういうので下月さんもかなり参っちゃったらしいんですよね。で、それで下月さんはですね、最終的に、その4月の4日ですね、批判の声が多いことからですね、もう投稿を一旦お休みしますというふうに、SNS の更新を休止することを発表したわけなんですよね。で、ここに関してはですね、僕はそれは賛成と言いますか、いいと思います。という何かっていうと、結局、下月さんっていうのは、ね、下月さんっていうのは、裁判とは全く関係ないですね、別の飲み会についてずっと発信してるだけなんですよね。いくら下月さんが、このことをいっぱい発言して、なんだったら私は裁判に出ます、なんて言っても、言ってみたらね、お門違いというか、相手にされないんですよね。A 子さん、B 子さんの飲み会とは全く違う飲み会なので。で、仮に、下月さんの、じゃあ参加者飲み会が、すごく健全な飲み会だったとしましょう。でも、そうなったところで、だからといって、イコール A 子さん、B 子さんの飲み会もね、健全だったとは限らないわけですよ。松本さんだっておそらく今まで散々女性遊びといいますか、女性との飲み会をですね、僕ら一般人では考えられないくらい何百倍、何千倍って多分行ってきたわけじゃないですか。ってなってくると、そりゃさ、ね、いい飲み会といいますか、健全といいますかですね、お行儀のいい飲み会もあれば、お行儀の悪い飲み会もやってるわけですから。だから、そのお行儀のいい飲み会に参加したことある人がね、イコール松本さんはお行儀の悪い飲み会なんて絶対にしないんだって言ったとしても、それはイコールで繋がらないよねっていう話なんですよね。実際、下月さんって松本さんと一回飲んだだけですよね、きっとね。それこそさ、松本さんと無二の親友みたいな感じで、もう何年にもわたる付き合いでよく飲んでましたみたいな、そういう関係性だったらね、まだ100歩譲って、なるほど、わかるかなって気もしなくもないですけど、たった一回飲んだだけなわけですよね。それで、その松本さんの人格や人間性が全部わかった気になるのは、それは違いますよね。で、さらに言うと、下月さんはその件について、挑発的な発言をいっぱい繰り返してましたから、世の中に対してね。松本さんのことを責める人たち、松本さんのことをどうなんだろうっていう人たちに対して、挑発的な発言をずっと繰り返してきたから、それはね、やっぱり、いや、誹謗中傷も来ますよと。で、今月の4日、4月4日にですね、活動を休止しますと、SNS 発信を休止しますと、もう批判がすごい来るんでと。言ったんですね。しかしながらなんですけど、皆さんこれね、この後どうなったかというと、なんとですね、4月の10日ですね、つまり6日後、6日後にはですね、今日から SNS を復活します、みんなのおかげで頑張れるというふうに、
聞いてですね、急に復活したんですね。まあ、どうやらなんですけども、休止したことに対して下月さん応援する人たちからですね、松本さん擁護派の人からですね、下月さん頑張って、下月さん応援します、やめないでっていう声がなんかどうやらいっぱいあったらしいんですよね。そしたらですね、私はね、今日から SNS を復活します、みんなのおかげで頑張りますというふうにですね、わずか6日後ですね、あんなにね、大々的にというか、仰々しくですね、活動休止だって言ったんですけど、わずか6日後にですね、戻ってくるっていうですね。なんか再生数稼ぎの YouTuber とかよくやりそうですよね。大事なお話がありますとかね、活動休止しますみたいな感じで、すごい物々しい感じで発表したんですけど、3ヶ月後くらいで帰ってくるみたいな、なんかね、結構早かったな、みたいな。あんな物々しい感じだったら、下手したら1年とか2年とか帰ってこないのかなと思ったら、割と早い段階で帰ってきたな、みたいなね。みたいな。これはもう SNS あるあると言いますか、まあ YouTube あるあるってあるあるなんですけどね。ネットあるあるか、なんですけども。で、そんな下月さんなわけなんですけども、10日にね、復活した後にですね、今回新たなツイート、つぶやきをしたわけなんですね。で、これが何かっていうと、4月の20日にですね、東京の秋葉原でなんかイベントを行う予定らしいんですよね。これなんでしょう、AV の作品のね、発表イベントかわからないですけど、とにかく何かしらのイベントをするね、ことだったんですよね。で、その件について、X の方で告知したんですよね。要は、4月20日にこういうことしますよ。皆さん来場してください。よかったら聞いてくださいねみたいなことをね、発信したんですね。にもかかわらず、それからしばらくしてですね、すぐにそれをね、削除したんですね。で、さらにこう言いました。やっぱりイベントの告知は削除しましたというふうに報告したと。で、これなんでかっていうとですね、このように言ってます。このタイミングでの告知で、気を悪くさせてしまったならごめんなさいと、良くないコメントもあったので、今は X でのイベント告知などはやめますね、ごめんなさいというふうに言いました。つまりですね、その、下月さんがですよ、流れから言いますと、4月4日に、すいませんと、誹謗中傷多いんでね、私は SNS 活動一回休みますって言って、で、わずか6日後に、ね、SNS 活動をやっぱりやります、やります頑張りますっていう風に急に復活して、で、その後にこういう風にイベントの告知をしたから、おそらくなんですけども、見てる人たちからですね、おいお前この野郎と、ね、松本さんの件は金目的じゃないということを言ってたくせに、お前結局こういう風にイベントの告知とかしてね、なんか、ファンの人とか見てる人たちを集めて、それで金稼ごうとしてんじゃねえかと。お前結局金目的じゃねえか、この野郎と。金目を稼ぐために、やっぱり SNS 再開したんか、この野郎と。そういったですね、声がすごい届いたらしいんですよね。で、それで、下月さんもですね、ビビってしまったのか知りませんけども、すいませんって、やっぱりこれ削除しますと。ね、気を悪くさせてしまったらごめんなさいと。今後は X でイベントのね、告知などはやめます。ごめんなさいというふうに謝罪したということなんですよね。こんな感じでですね、意見をですね、急にね、行ったり来たりと言いますか、話がコロ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 変わっている下月さんなわけなんですけどもね。でですね、じゃあそれに関して僕はどう思ったのかってことをですね、ちょっとお話したいんですけども、僕はですね、まず第一に言いたいのが、下月さんが X で何か活動と言いますか、AV、わかんないですよ。AV 女優としての活動がわかんないですけど、それを告知すること自体は悪くないんじゃないかなって思うんですよね。だって、今やですね、SNS っていうのはですね、重要な告知ツールではあるし、本業はね、やっぱりその AV 女優と言いますか、何か金を稼ぐそういう仕事があるわけじゃないですか。ってなった時に、下月さんがそれのですね、告知を X ですること自体は、いや別に何も悪くないんじゃないかなって思うんですよ。もともとそういうふうに告知だったりとか、そういうことのために SNS をやっていたわけですから、それは僕悪いことではないと思うんですよ。全然悪いことはないと思う。やっぱり本業もあると思うし、下月さんだって生きていかないといけない、お金も稼がないといけないし、事務所とかに所属しているか分かりませんけども、そういうね、関わっている大人もいるわけですから、下月さんが出るとするんであれば、告知してくださいってことはですね、ちゃんとそういうふうに上の方とか大人の方とかね、運営から言われるわけじゃないですか。ね。で、やっぱり告知って大事ですからね、お客さん呼ばないといけないから、だから僕は別に告知をすること自体は何も悪くないんじゃないのかって思うんですよね。しかしながらですよ、しかしながら、じゃあ下月さんの何が悪かったのかっていうとですね、行動がですね、二転三転してるっていうことなんですよね。二転三転してる。言ってみたらですよ、言ってみたら、その松本さんは悪くないんだっていうね、松本さんは何一つ悪くない、文春は嘘ばっかりだ、 A 子さん B 子さんも嘘だみたいな感じですね、文春の全てを否定するかのようなですね、極端なコメント、先ほど話しましたけどね、自分が参加する飲み会が、あくまで下月さん目線ではよ大丈夫な飲み会だったとしても、イコール全ての飲み会がいい飲み会だった、 A 子さん B 子さんも嘘ついてるとですね、非常にこう極論、偏った論語ですね。SNS 上で何度も何度も挑発的に繰り返し、で、そういうことをした結果、誹謗中傷と言いますか、批判する人たちもいっぱい集まってきちゃったわけですよね。で、それで、田村敦さんのところでその件を話して、そのまま SNS 活動を休止しますっていうふうに発表し、しかしながらわずか6日でやっぱり開始しました、頑張りますってことを言って、と思ったら、その X を更新してイベントをね、やりますって言ったのに、急にその後すぐに、すいません、やっぱりイベントの告知やめます、ごめんなさい、気を悪くしたらごめんなさいってことを急に言うとか、もう言うことなすことがですね、全然安定してないんですよね。安定してない。なんかこう、精神的に不安定と言っていいのか、それとも、なんて言うでしょう、こう脊髄反射だけで物事を考えてるっていうか、物
ことを深く考えて、どういうふうに進めていったらいいのか、どういうことを言ったらいいのかとか、特に考えず、その場その場で思ったことをですね、パッパパッパ、ただ口に出してるだけっていうか、そういう感じがしますよね。まあ僕はこれ両方あると思うんですけど、おそらく後者の割合の方がでかいのかなっていう気がします。はい。だってさっきから言ってますけども、その自分が参加してる飲み会が悪い飲み会に自分は見えんかったからといって、だからといって、松本さんの全部の飲み会が悪いことないっていうですね、いい飲み会だったっていうふうに断言するのは、これはあまりにも決めつけが過ぎるじゃないですか。ね、よく考えずに発言してる感じがすごいするし、何より下月さんですね、文春の記事すら読んでないんじゃないかってことをいっぱい言ってるわけなんですよね。はい。まあもちろんね、文春に金を落としたくないって気持ちもね、下月さん的にはわからなくもないですけど、まあとはいえですよ。とはいえ、ちゃんと読んでから批判しないとねっていう話なわけじゃないですか。だからそういうのも含めて、やっぱり下月さんってパッと自分の心の中で思い立ったらもうすぐ行動みたいな、そういう部分があると思うんですよね。で、それがこの SNS を休止します。やっぱりやります。イベント告知です。イベント告知やっぱやめます。みたいなさ、なんかこの辺にすごい僕は現れてると思うんですよ。で、そういう人間ってさ、やっぱり結局信用されないんですよね。信用されない。で、これで何でもそうじゃないですか、皆さんね。プライベートだったりとか恋人だったりとか友達だったりとか会社だったりとかもそうだと思うんですけどね、言うことがやっぱりコロコロ変わるやつって基本的にやっぱりそのコミュニティの中で信用されないんですよね。信用されない。A にしますって言ったのにギリになって、やっぱ BBB やっぱ A にするみたいなさ、みたいな感じでこう行ったり来たり意見を変えるやつって基本的に信用されなかったりするじゃないですか。あいつが言うことでどうせ変わるからなとかね、なんかその場で考えたこと適当に言ってるだけだからなとかさ、なったりしますよね、こういうのって。だから、僕はね、その下月さんが X で告知すること自体は全然悪くないと思う。全然よく悪くないと思う。はい。なんですけども、こういうふうに意見が行ったり来たり、あっちに行ったり、こっちに行ったりと、ね、みたいなことをしてるうちは、やはりですね、その下月さんに対する批判の声といいますか、下月さんってなんか信用できないよね、っていうふうな人が現れるのは、まあ、しょうがないんじゃないかなっていう気がしますけどね。だからもしかしたらですけど、ね。まあ、皆さんこれ見てたらね、面白いのが、もうわかんないですよ。わかんないですけど、もしかしたらですけど、あと数日だったらですね、すいません。やっぱり X で告知します。みんなが応援してくれるんで、ちゃんと告知もします。みたいなこと急に言ったりとか。はい。と思いきやまた数日後ですね、やはり誹謗中傷が多いので X をやめます。ってこと急に言ったりとか。はい。と思いきや、そこからまた数日だったらですね、やっぱり X 頑張ります。負けません。松本さん頑張れ。みたいなね。まっちゃん帰ってきて。みたいな感じで、また復活するとか。そういうことも全然ありますからね。マジで全然、いやそんなことあるかいなって皆さんもね、あるかいと思ったかもしれませんけども、いやいやあるんですよ。はい。今までの下月さんの行動を全部振り返ってみると全然あり得るんですよ、そういうことするのが。だからそういうことをすればするほど結局ね、その下月さんの信用度、信頼度っていうのは下がっていくだけなんじゃないのかなっていうふうに、僕としては思って感じですかね。はい。というわけですね、今回はこれで終わります。この話ですね、ちょっとも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録ですね、コメントありましたらぜひよろしくお願いします。どうもありがとうございました。